皆さんこんにちは。美容歴25年垣内化粧品店伊沢よしこです。今日は化粧品の使用期限についてお話をしたいと思います。化粧品使用期限あります。未開封の場合でしたら3年以内、一度開封してしまうと1年以内にはお使いください。未開封の3年以内というのも一応条件がありまして、日に当たらない、風通しの良いところ、涼しい場所という条件のもとになります。開封済みの化粧品は1年以内になるんですけれども、こういった蓋の開け閉めの時に空気中の浮遊物が入ったりとか、手とか指の微生物がこの中に入ってはいけませんので、1年以内でお使いになるようにお勧めいたします。そもそもこういった化粧水、だいたい1ヶ月から1ヶ月半でなくなる予定なものが1年かかるというのもどうなのかなとは思いますね。ということで、開封したもの、未開封のものともに高温多湿は避けてください。あと気温が激しく変わる場所も避けてください。今日は化粧品の使用期限についてのお話をさせていただきました。今日のお話が役に立ったよって思ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。